ジャズ喫茶バリレラのおいちゃんです。こんにちは。今日私の好きなピアニストのレコードから一曲お聴かせいたします。今日のピアニストはヨーロッパの人です。オランダ人です。その人の名前はルイス・ヴァン・ダイクという人です。アルバムを今日お見せします。はい、この人です。私この人が好きで、私のチャンネルでも、2、3枚紹介したと思います。非常にこの人は幅が広いといいますか、もういろんなことができる。クラシックもやっていたので、そういったこともできる。そしてもちろんビル・エヴァンス張りのピアノを弾くことができる。バド・ファウエルのようなバップスタイルもできる。オスカー・ピーターソンのような鍵盤をもう右から左へ使うというようなこともできるという非常に優れた人です。何でもやということではなくてですね、もう一枚一枚のレコードがやはり私にはですね響くんですね。はい、それで今日はここにアルバムタイトルにありますように、ルイス・ヴァン・ダイク・プレイズ・レノン・アンド・マッカートニーとありますので、ビートルズの曲をですねやっているんです。それも後ろに、ヴァン・ダイクの後ろにご覧いただけますかね、パイプオルガンですね。はい、こちらオランダにある、修復された有名な教会にあるパイプオルガンを使ってソロですね、もちろん、ビートルズの曲を弾いている、そういうアルバムです。こちらにラインナップがですね、曲のラインナップがありますが、はい、ホワイトアルバムから2曲、それから、リボルバーから2曲、から、サージェント・ペッパーズ・アンド・ロンリー・ハートから2曲、それからラバーソウルから1曲、そしてヘイ・ジュードですね。はい、全部で9曲やっています。それでルイス・ヴァン・ダイクという人、以前のチャンネルといいますか、以前ヴァン・ダイクの時にも、毎回出してるかもしれませんけども、とにかくヴァン・ダイクが有名になったのはこのレコードなんですね。アンバートンのもう名盤、ボーカルのもう名盤ですね、ブルーバード、この伴奏をしているのがルイス・ヴァン・ダイクトリオなんですね。これで彼は一躍有名になりました。それでオランダではですね、いろんなジャズのミュージックショーがあるんですけども、ショーというのは、受賞ですね、年間の受賞にですね彼は何度となく、受賞しています。それぐらいの実力の持ち主の人なんですね。はい、では曲に行きましょうか。曲はですね、もうどれも迷いました、ゴールデンスランバーもいいですし、そうですね、エレノア・リグビーもいいですし、ということなんですが、今日はですね、この毎日暑いですよね、この暑い夜長ですね、寝床についてゆっくり寝れるようにですね、今日は、1968年のアルバム、ビートルズホワイトアルバム
の中に収録されていた Good Night ですね。 Good Night、もちろんジョン・レノンが作ってリンゴスターに歌わせたという Good Night、 これを今日お聞かせしたいと思います。ジョン・レノンあれですよね、最初の子供ジュリアンの子守歌の意味で、作った曲ですよね。はい、ですね、この「グッドナイト」という曲は、ハリウッドムービーのですね「ハイ・ソサエティ」という映画があるんですね。上流社会ですよね、日本語では。ビン・クロスビーとグレース・ケリーが演じた「ハイ・ソサエティ」、その中に「トゥルー・ラブ」という有名なコール・ポーターが作った曲があるんですね。それは私のチャンネルで以前バーバラ・リーという女性ボーカリストの、歌で紹介しました。その有名なコール・ポーターの「トゥルー・ラブ」、1956年の作品なんですが、そこからインスパイアされたと言われています、この「グッド・ナイト」という曲は。はい、ではこの曲を聴いてですね、皆さん、ゆっくり寝床につけれるようにですね、お聞きください。ジャズはいいよ。